え、今日さ何があると思う何があると思うはい3日です今日ちょっと3日あるんでもう騒がせないやけやお前7万7千円かかったからなお前のせいで元気そうにしやがったよムチンがいい私は無害なムチンだけしゃぶるうちのゴロゴロですゴロゴロみーちゃんな ホームレス界隈に行けば誰でもバグモテよ。ちんこちっちゃくてごめんねからの見こすりはんでうっピュみたいなのはきついよな。ちんこ小さいならほかでリカバリーしなさいよ。あお前黄昏星がれるせいか見たことないんかエアップがしゃべんなよ。息子にかかったデバフを解いてあげたいからバフとしてデカを求めるこれ正しいのにな。なんでチビさんは発狂してしまうんですかねそれで。あお前野良猫のくせにようなんなこの携帯は。おこんばんは。 お疲れさまです。こんばんは。ちょっと久しぶりですね。久々にやったりできて嬉しい。そうか。まあ確かにあんま最近やってなかったな。いや、ちなみにまあ最近、普通に忙しかったんやけど、また最近も忙しかったんですけど。もっちゃん。いやね、昨日おとといにほんまは配信しようと思っとったんやけどさ、配信しようと思っとったんやけどさ、なんかモルが体調悪くてさ、病院連れてとって、なんか、まああの、大分に、まあ新しいマイナスイメージキャラクターで撮影行とったのね。で、帰ってきて、 で家でなんかモル見たらさなんか元気ないんよ持ち上げてもな体がこわばっとってでなんかゴロゴロいつもだったら言うのに言わんしさなんかマジ元気なくて動かんのよなほんで大分が帰って夜中だったけんもう夜間やっと男探して行くやんだから電話かけたんやけどそしたら、まあ、夜間診療ってめっちゃ高くなるんですけどで超音波とかえー、っとなんだっけあの CT じゃねーわえわえ超,超音波とか あの、ほら、骨折とか取るやつなんだっけあれ。あ、そう、レントゲンだ。レントゲンが出てこなかった。そう、猫レントゲンな。を、取るんで、5万か6万くらいかかっちゃうんですけど、って言われて、行きますーっつって、ハー縛りながら行って、で、あ、で、しかも待ってもらいますって言われて、まあ、やっぱりその、やかんやけん。さっき通とる人おるけんな。で、まあ、い、1時間半くらい待って、やっと見てもろて、 ほんで、でも触診してもらったら、わかんないっすね。特になんもない。でも、熱が高いですね。って言われてさ。ほんで、わ、わかんないんで、とりあえずもう全部調べてみることおお勧めするんですけど、ほんで、もう、え、もうフルでやった血液もレントゲンも、あの、超音波も、じゃもうフルでやってください。お願いします。って言ってさ、なんぼやったと思う。7000、じゃあな、じゃ7万7000円したからさ、ばバ, <laughs> バカ高い。マジで。バカ高い。でも、まあ、医者も優しい、ね。なんかその電話の時に、 夜間診療めっちゃ高くなるんで、なんかもう、緊急性なさそうだったら、もう朝まで待ってくれた方がいいですよって言ってくれたけど。えーっと、深夜料が1万2千円だった。だよね。まあ、それ抜けて、確かにまあ5万ちょいぐらいだったんやな。やそうなんや。まあ、ほんで、うちさ、ルルは保険入っとんよ。で、エルは、なんか、持病で保険入れんかったんよな。で、みーちゃん、はいはい。よいしょ。みーちゃん今来た。で、見るもるはまだ若いけんいいかと思って入ってなかったんやけど、もう入らなあかんわ、これ。まあ、人間が安すぎてもあるけど、ななみーちゃん。 あでも今、今なんかさ、急に元気になってさ、モル今、後ろに俺るあれモるなんやけど。全然ゴロゴロでしょ。普通でさ、結構ムカつくわ。やっぱ物言わんけんな。なんか、ちょっと遺液が溜まっとったけん気持ち悪かったんかもとか言って、お前、それでそんなにしょんぼりすなよ、みたいなさ。<laughs> もう、騒がせないやけん。お前7、7万7千円かかったからな、お前のせいで。元気そうにしやがってよ。なんか遺液が溜まっとったらしいよ。あ,保険でありがとう。だから、だからもう、見るもモるも保険入らなあかんな。 そう、毛病まあ、あ毛病までいかんけど、こいつマジ大げさ。めちゃくちゃ大げさだった。なんかもう、ああ、もう死ぬみたいな顔するもん。なん。な、みーちゃん。で、ミるがめっちゃ元気やけん。なんかその対比ですごい心配になってしまってさ。うん、無事でよかったけどね。早めに入らんとわかんな、保険は。まあみんなも早めに入ったってな。今日なんかさ、顔の余白気になるんよな。ほくろかどうか。え、今日さ、何があると思う何があると思うはい、密会です。今日ちょっと密会あるんで。密会用に、あの、ほくろがいます。 よしでじゃあ顔の余白が気になるっていうのはねここら辺なんかやっぱ空いてる気しませんそう空いてるんですよ。なんでこの場合はですね目の下この辺りかなこの辺りに袋を描いちゃうんですよ。でまずこの茶色で描いて真ん中を埋めるように「分からんでな」だって明るすぎてさらにこの上から眉毛描くやつでちょっとだけ輪郭を。 まあ、ほくろの輪郭をふわっとさせてで、最後にファンデーションつけた後のスポンジとかで上からポフポフやる。そう、なんかビフォアフォやるって言ってたんですけど、ちょっと忘れていたので今度にします。よいしょ。ほらわかる今ここにほくろ書いたんやけど、これのおかげでなんかこう余白がちょっと気にならなくなるんですよ。で、まだ、まだ余白気になるなっていう人。まだ余白気になるなっていう人はもう一個かけます。口元です。口元ぼくろです。 ここにも書きます。で、これで、ちょっと顔の余白が、ちょっと埋まるので、余白、アルミンは、あの、試してください。これで、こう、泣き袋、口元袋っていう感じで、ここはニキビ跡なんで、黒い三連星みたいになってるけど、まあ、ちょっとここはまあまあちゃんと隠すとして、ちょっとまあ、顔の余白が埋まってセクシーな感じになります。で、で、これな、なんか男も結構有用らしいで。っていうのもさ、 あの、フォイ君がさ、目の下にさ、こうやってさ、2連でほくろあるん知ってるあるんやけど、あれってさた、なんか、なんだっけ、もともとあるほくろじゃなくて、自分で入れたものらしいね。で、確かにそれのおかげで、なんか顔が引き締まって見えるんよそう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 。やっぱり自分でほくろ入れるんっていいよ。なみーちゃん。いや、まあ、ほくろ。入れずみぼくろ。まあ、よく分からんけど。はい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 。うちのゴロゴロです。ゴロゴロみーちゃんです。 何したかったんけななんかいろいろ話すことあったんやけど。な何なんか聞きたいことある逆に。じゃあ、じゃあ聞くわ。なんかある <laughs> あ、そう、3日か。えっ、ー、とね、あの、皆さんご存知のあの、ハイパー、えー、投資家の STF さんと、あと私の働いてるクリニックの院長と3人で3日やな。3日してきます、今日は。 つかやなみーちゃんみーちゃんああ太っあで九州えな大分では野田社長まあ社員の人とかと回ってきたんやけどえってか知ってる私その大分に行ってて大分でそのマイナスイメージキャラクターの撮影をしてきたのねほんで,でそこでさまあ社長が35億くらいかな野田社長ってなんか令和の虎に出とったらしくて結構有名な人なんやけど社長がさまあおって で、35歳か。まあ、これはちょっとタヌルの接待必要かな、みたいな。で、まあ、なんかその終わってからさ、普通なんか飯とかまあ、行くやん。なんか、お疲れ様です、すじゃあちょっと、大分の美味しいもの食べに行きましょう、みたいに。あると思うやん。そしたら、まあ、車で、あの、あ、じゃあホテルまで送りますね、って言って、ほ、ホテルまで、あ、はい、つって。で、手配してくれとったホテル着いて、ほら、お疲れ様ですって、その車でプーって走って行かれて、え、あ、なんかあの、 いたってそのり店が有名らしいじゃないですかなんか美味しい店とかありますっつったらあ,あここ商店街の方行ったらいっぱい店あるんでね歩いてみてくださいほなっつってブーンって帰られるけん<笑><笑>だけなあホテルがその駅前の一番でかいタワーの何だっけなブロッサムとかいうホテルだったんよそこに温泉がついとってあの温泉がめちゃくちゃよかったえなんかね温泉からの 何眺望見た目がさ、マジで都会ってうか、東京ここは東京かみたいな見た目してた。大分って意外と都会なんよな知ってた大分全然都会やった。なんか、まあ、徳島と同じくらいかなとか、もう舐めてたけど、そんなこと全然なかった。大都会、あんな。やっぱさ、九州の中でも大分って結構ティア高いんじゃないにゃーにゃ、どうしたはい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 。にゃーにゃーね将来、その子供とかできて住むんだったら、マジでめちゃくちゃいいと思う。 いい感じに栄えてて、いい感じに人おらんくて、いい感じにガラガラやけど街も綺麗で、まあ欲しいもんは全部揃うよな、みたいな。多分家賃もそんな高いんやろ、どう考えても。虎 <laughs> の子を払うやかましいわ。は <laughs> い<あ>。徳島の魅力などない。都市って、隠居するときに住むとこじゃ。子供ができて住むとこですらないからな。都市って何もやることなくなって住むとこじゃ。 よなあ、大分、マジで子育てしやすいだろうと思った。なんかその、まあ、ホテルから直通で駅に入れたんやけど、その駅の屋上に、なんかその子供がめっちゃ喜びそうな走る記者ポッポがあったりとか、ちっちゃい記者がなんかぐるーって回るんとか、まあ、そういう遊具とかもうガラッガラ誰もおらんけど、ガラガラやけんいいわ。東京は人がおりすぎ。まあ、もしもしこの先子供ができることがあれば、あ九州か暑かったな。ちょっと暑いのはちょっとあんま好きやないんよな。寒い方がまだええんよな。そこだけちょっと嫌かな。 暑かった普通に。街遊びやってる時だけなくるんは。他はマジで誰もおらんで。まあ大分はまだそのアーケード街とかもまだ人がおったけど、徳島ゼロ。ほんまにゼロ。なんか誰もおらんすぎて。でもな、電気だけはついてるからさ、逆にホラースポットみたいになってるもん。これ。札幌は無理。あの雪は無理。車の運転怖いし、滑るし、雪があるとこは無理。ちょうどいいぐらいがいい。北海道は嫌だ雪嫌じゃって。 私、だから、女がいいんよな。女やったらさ、私の低身長を受け継いでもさ、まあそこまでデバフならんし。私が男産んだらちょっとかわいそうやからな。でも、一応、うち、あの、父、母は背が高いねん。ただ、あの、おじい、おばあが背低くて、そこが遺伝したんだと思うんよな。なんで、覚醒遺伝で次生まれる子は、うちの、そのお供番あ、お友ばん、お友かん、まあお、おじい、おばあ世代の血を継いでくれるんだったら、そこそこでかくなるかもしれんけどな。私、タバコ吸わんけんな。 だから私はでかい男が好きなんだろうなって思うよ。そこで中和性なんだ。チビ生まれてきてしまうけんな。だから正しいよな、やっぱりチビの女がでかい男を求めるっていうのは生物的にもな。息子にかかったデバフを解いてあげたいから、バフとしてデカを求める。これ正しいのにな。なんでチビさんは発狂してしまうんですかね、それで。まあ、広島あたりもすごいいいよな。でも身長低いのに、身長高い男好きって何と思ってるででも、逆や、男は、なんかちっちゃい、守ってあげたい女が好きだったりするやん。逆はそうや。 で、こっちも、自分は、こう、生物的に弱いから、守ってくれそうな、フィジカル強い男を求めてしまうもんじゃないこれ、遺伝子的なもんだと思ってるよ。性的嗜好というより。え、でも、デカ女って確かにいいよな。私さ、あの、バイオハザードのビレッジってみんなやったあれに出てくる、ドミトレスク、夫人だっけドミトレスクってやつが、クソデカババアなんやけど、めちゃくちゃええよ。なんか、いいよ、あれは。なんか、デカババアいい。マジで。 でか女マジでいい,いやケツ、チチ、セイ、でか、バン、ボンみたいな。バゴーンみたいな女。いや、そうよな、ドミトレスクやばいよな。あれは好き。お前のようなババアがいるかっていうくらいでかいババアがいいね。お、これ噂の、あの、野田社長かな。お忙しい中、大分までお越しいただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。はい。あの、ちょっとさっきも言ってたんですけど、やっぱ、まあ、社長は、まあ、私はちょっと歳近いじゃないですか。 だから私は本当はその撮影とか終わった後に、ちょ、この後の飲みでも行きましょうよからの、飲みに行って、こう、お釈迦してみたいなのをね、やっぱ考えてたんですよ、脳内はね。ね。でも社長は、ほな、終わったんで、ホテル送りますねってっても、もうだって、6時くらいかな、6時くらいでホテル送ってくれて。ほんで、お大分の美味しいもんって何かありますかって言ったそこら辺の商店街行ったら、いっぱいありますよ、じゃって言って、最速で帰っていったからなほな。でも知らない。野田社長はね、そういう、え、私さ、その、 知らんかったんやけど、嫁子供がおったのよ。社長はね。三人かな子供三人って言ってたかな。で、リスクリターン考えて、そういう僕は浮気とかしないんでって言われたんで。ちょっと田ぬかさんが、ちょっと、はい。考えすぎてました、ね、で仕掛けってんだいし、別に。てか、まあ、言ったじゃん、おったからな。いや、まじ普通だった。ちょっと悪い奴だったら、ね、週刊誌、週刊誌、来られてちょっといっぱいどうすかとか言って、飲めもせん、バーとかに連れてってさ、しっぽりしたところでさ。で、個室みたいなところでさ。なんかちょっとやっぱりこう、な ちょっと軽くお触りくらいはさ私だってまあ覚悟しとるわけよこのまあこの年になってなまあスポンサーになってくれる人やけんなまあそれくらいちょっとまあ父やら尻やら触れるくらい別にまあその折り込み済みなんですけどそんなことは全くなかったですねいやいや浮気できない男いや浮気する男が魅力的に感じるんだったらお前それちょっとバグってるよ脳がそれねやっぱ振り回されてる恋愛楽しんでる自分にマジで寄ってるだけやからその考え改めた方がいいよ浮気する男が魅力的に見えるなんてそんなことは絶対ないからな それただの、なんて言うん、まあ、ダメン続きで、自分しかその男に、こう、かまってやれんから、みたいな勘違いを起こしてるだけやからな。それは、男が魅力的に見えないんじゃなくて、お前の脳がバグってるだけ。今日看護学科の入試を受けました。合格カップルまで不安なので、気を紛らわせる方法などアドバイスをください。え落ちたと思っとったらいいよ。あ、もう落ちましたって、文字も落ちたと思って行動しな。落ちた時にこれせなあかんなっていうのを考えとき。でも、文字もは落ちました。 落ちたんだったら、じゃあ次の年どうするかとか,か、じゃあこれを、まあ、この勉強法を変えるかとか、まあ、もう看護学科以外の道に進むかとか、いろいろ道はあると思うんやけど、落ちた時のことを考えまくっとったらいい。もう自分は落ちたと思いなさい。で受かっとったら目標もないし、落ちたら落ちたで、やっぱそうよな,ーほ,なほな、じゃあ次考えとった道、ま、あその、まあ、もう一年頑張るかとか、新しい職場探すかみたいな方に方向転換もしやすいからさ。受かっててお願いお願いって思っとんのは精神衛生上良くない。落ちたと思っとったらいい。そ結果的にま、落ちて幸せなことも、まあ、な、 まあまあ、その、全体的に対局を見た時に落ちた方が幸せだったこともあるかもしれない。まあ、小種がそうかどうかは知らんけどな。なんで、なんで急にちょっと立ちんぼの話してるの <laughs> なんか立ちんぼの話題出てた。ね、もう、もう落ちてるメンタルでいきな。もう落ちることないから。いや、私だってさ、いや、その、金に困ってたら別に立ちんぼとかするかもしれんけどさ。いや、でもまあその、まともな女っていうのは別に危ないからさ、立ちんぼじゃなくてさ、そういう夜の店、風行くやん。 怖いお兄さんとかが何かあったら出てきてくれるとこ行くやん。ケツ持ちがおるとこな。立ちんぼってさ、何もバックにおらんけんさ、金払わんとやるだけやって逃げられたりすることもありまくるわけやん。まあその分ちゃんとくれたらさ、店に取られることはないけどさ、安全が全く担保されてないわけやん。リスクとリターンが合ってないと思うよ。そう。全部もらえるからさ。まあそれはお互いウィンウィンかもしれんけど、なかたやまあその、なんだっけ若い世間知らずの、 10代の女とか。で、片や海線山線の40後半の油切ったおじさんやったらさ、まあなかなかそうやってバックレられること多いと思うで。しかも外国人の立ちんぼも多いからさ、まあ相場は下がってるやろうな。まあ、その外国人ばっかりの中で日本人っていうことで値がちょっと上がるとかはあるかもしれん。いやでもわからん。興味なんかベラベラ喋る頭悪い女よりも、そこそこ可愛くて黙っとう外国人の方がええかもしらんな。猫見せますちょうど。あ<ー> <laughs> ごめんだ、怒った。でも猫見せますって言われたっけん。しゃあないで。なお前も TP には逆らえないだろレアキャラのエルちゃんおったう。せっかくコロコロかけたのに、これで一瞬で毛まみれになります。お疲れ様です。かわいい。エルは顔がかわいい。後だよ。好奇だね、お前は。ミルはねこう、田舎の村娘みたいな顔しとる。エルちゃんはお貴族の。 お貴族の娘やな。ミル、どうしてお前は田舎娘みたいな顔してんだ。親しみやすいんだよな。おみおミちゃん。ミちゃん。はい、じゃあさっきのエルちゃんを見た上で、ミルちゃんを見てみましょう。よいしょ。はい、最初の村にいる村娘っていう感じの顔してます。モブ顔ですね。かわいいな。モ <laughs> ちゃん。モちゃん元気になったん田んぼーやな。血は繋がったんやけどな。 なんでこうもう短毛と長毛になってしまったんだろう。二級さっても怒らん。うちの猫は怒らん、マジで。顎のラインめっちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。私もそう思ってます。<laughs> <laughs> 日本人ってさ、でもこうやってしっかり顎があるんを嫌う風潮結構あるよな。野田社長、エロじじいみたいな接待はしないです。大分楽しめたらよかったです。また収録よろしくお願いいたします。いや、まあ、全然ね。 いいんですよ。野田社長別にイケメンやしね。少々私の父や資料触ってもいいんですけど、ただ私はそれ配信で言っちゃうっていうのが多分バレてるんですよね。ちょっと社長に父とケツ触れたわ。えへ、ー、えみたいな言っちゃうのでね。危険な女ですね。避けておいて正解ですよ。でもね、その日本人男、日本人男は特にこの顎がない女。この胸。顎がなくて鼻が低めの女を好みますね。私はメイクうまいと思うよ、結構。 そもそもやっぱ映画ん結構好きでねイラストとか描きよったもんもあって。やっぱメイクってお絵描きやからさ、上手いと思ってるよ。顎ないっていうのは、じゃあね、あの、口ごぼうとかで調べてみな。顎ないがわかる。で、ちょっと口ごぼうの女の方が、日本はやっぱちょっとモテる風潮ある。ちょっと口ごぼめの鼻低めの目が大きい女。はぬきか、まあまあまあっぽいかもな。なんかその、ちょっとお、おっとりのんびりとした感じの顔かな。そうそう。アデノイド。まあ、あでも、その、 結構そのそこら辺による見た目をちょっとメイクとかを頑張って髪の毛とかも可愛いにしてるアデノイド女っていうのはやっぱモテるよ。あ、そうそう。口がちっちゃい女が好きってもあるかもね。おちょぼ口ですかね。私みたいなのは口がでかいんですよね。口ごぼうはやっぱ口ちっちゃめの子が多くて。私みたいなのはまあ顎がしっかりしてる分口がめっちゃでかいのね。なんでちょっと下品に見えるっていう人は結構多いね。口ごぼうで口がちっちゃいと上品に見える。まあ、雰囲気美人というかその優しそうな感じ。可愛らしい感じがする。 私みたいな、その、ま、鼻結構しっかりしてて、口も顎もしっかりしてるのは、きつく見えるよね。ま、その顔タイプでも一番老けて見える、そのエレガントっていう顔なんやけど、顔がきつく見えて、性格もきつく見えて、ま、あきついんやけど、実際。その上だって顔もきついってなったら、もうきついきついやん。ま、あ実際きついから、ま、あ別に。でも、その、顔きつい、生活きついは、性格きついは、ちょっときついけど、顔優しそう、性格きついは、 なんかその、おっとりしてそうなのに勝ち気みたいなギャップがあっていいんかもしれん。下の方はいるけどね。いやいやいや待って待って。ちょっとキツマンで鳴らしてるから私。とりあえずやってから言うてもうて。で誰かさ、マジで鉄拳税の私と付き合った男にさ、田中カの弾圧どうだったってちゃんと聞いてきてほしいんやけど。てかなんだ、対談したってもいいよ。ちょ、鉄拳税の元カレ、出てくれそうなやつおらんな。<laughs> 出てくれそうなやつがおらんな。いや別に仲悪い、あ、まあ、まあ仲悪いやつもおるけど。 ちょ、マジで、ちょっと待って、私、満圧自身あるから、そのほんまにだってもう、もうお風呂入った時に、マンコにも水入らへんもんだってな。<noise> あ、ょっと、の、野田さん。えっ、ー、と、配信来てる人驚くかもしれませんが、田中さん、全然シャフじゃないです。むしろ、めちゃくちゃ礼儀正しくてちゃんとされてる方でした。正直、印象変わりました。笑やって。<laughs> いや、そうやね。シャフとかじゃないよ。むちゃくちゃ礼儀正しいから、私。知ってた。<laughs> まあ、みんな知らんかった。驚くかもしれんけど。 じゃやっぱり死後出来って感じえ、ちょっと、なんか、勇気前のやつ見てなかったたぬかな式マーツ検定。マ圧ツ測定法なんやけど。なんかお風呂入った時にマンコ緩いる女って言うと水が入んねん、マンコに。で、水入る入る。ほんで、風呂出た時に水がぴゃぴッピャって出てしまうわけ。いやいや、嘘待っちゃうからほんまに。男何も分かってない。マジで男何も分かってない。ちょ、女手あげろってさっさと。あたしマンコに水入るって、やつおるだろ知ってる知ってるはい。はい、手あげて。手あげて。ほら水出るやろほら、アモちゃん言ってるやろ 産後になってたけど、今は解決してる。ああ、はいはい、自分はもう満圧がきついですよというマウントですね。OK です。これはガチです。3,5入った。まあ、3,5入ったけまあ、やっぱ3,5はね、ちょっとやっぱり、まあ、しゃーないや、もう物理で万個こんなに、うわーなってるからさ。らその後ちょっと入って、その後戻ったっていう人が、まあ、ほとんどだと思うんですけど、そう、子供も産んでないのに、あのー、水が入る人って結構いるんですよ。それは、やっぱりちょっと満圧緩めだと思いますね。 7つを鍛える方法としてはおしっこを我慢する筋肉を使うことなんですよね。でもやりすぎると膀胱炎になっちゃうんですけどだからまあたまにやっぱおしっこをちょっと今日我慢する筋を使ってみようっていう感じでこうグッと我慢してみるといいと思います。自分で締めたり緩めたりできるんちゃうのいやできるのはそんな鍛え上げられた一部のマンコだけよほんまに。ここら辺のボン百の女がマンコを閉じたり緩めたりでけへんでけへん無理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 。でそのやっぱりね鍛えてないとわからんというかさ 筋トレしようやつわかると思うんやけどさ、筋トレでさ、その、初心者がよくわからんフォームで、こう筋トレとかしてもさ、変なとこの筋肉ついたりとかで腰痛めたりするやんか、それと同じで、んこも締めようと思っても腹筋に力が入るだけで、頭のんこは何の圧もかかってないってことが結構あるんですよ。でもそう、ヨガは割とどうにかヨガはそうやってインナーマッスルとかを鍛えるので、こう、コアマッスル、中心部の筋肉を鍛えるので、まあ圧も締まるっていうのはありますね。 ただよくわからんやつが、とりあえずマンコ閉めようと思ってお腹に力入れても腹筋が固くなるわけです。で、ジュはだってあんなに、それヨガの大先生やからな。動かせると思うで、こ、こないこないできると思うで知らんけどな。聞いてないけど <laughs>。<laughs> トレーニングすればできるようになるけど、しないと動かせないかも。そうなんですよね。トレーニングがやっぱり必要なんですよ。マーツを制御できないなんてことあるんですよ。勝ち時で聞い、それはマンコを使ってきたものだけが言える話。例えばないけどさ、あ、ちょっと待って、あの、社長まだおるし、 えー、人には紹介できない配信内容でクソを受けてます。じゃあ、お疲れ様でした。そうですね、お疲れ様でした <laughs>。すいません、ちょっとこんな配信内容で。そうそうそう、地図取れってやつなんですけど。だでも、その、例えばなんですけど、まあ、そんなに経験度ないもの子とかいうのは。あ、ちょっと、ゆみ子どうした大人の風呂屋時代、ゆるまになったから、マンコにヒアルロさんぶち込んで名機を作ったけど、もう使っていない。ヒアルロさんぶち込むっていう物理的解決方法もあんねや。や世の中のゆるまには朗報っすね。 結構量いるんちゃんヒアルって。そう。ユミコお姉様が来ましたよ。そう。父ヒアル。まあなんかあるらしいけど、なんか結構量入れなんだら意味なさそうやけん。高いんかなと私は思ってるが。ありがとうね、ユミコ。ちょっとユミコはね、ちょっと今別件でちょっと今お話ししてる。あ、ユミコさ、なんか、じゃもしいいんだったらやけど、前の話ここでしても、なんか、その、いい感じの方法を出してくれる人おるかもしれんよ、ユミコ。ここで言うんは、どうなしかな なんかユミコからちょっと今相談を受けててね。ここで言ったらもしかしたら結構いい話題出てくるかもしれん。やめとこうか。まあ、ユミコの友達の話だけど。やるよ。たぶんマンコはそのビラビラを着る施術もあんのよ。施術手術手術もあんのよ。その左右のビラビラの形を整えるとかね。あ、お願いします。じゃあちょっと言おうか。えっと、これな、ちょっと私もそんなに詳しくなくて、まああの、わからんけど、ちょっとみんなも聞いてあげてね。えー、っとね。 DENA が母体のイリアムっていうアプリで VTuber の卵みたいな配信をしてる子がいて、個人事業主としてやってて、あまあ、名前だけ消すかピーっていう事務所に所属してるんだけど、事務所から税金を二重取りされているらしい。事務所を頑張って詰めたんやけど、ケムに巻かれたらしくて困ってて、これは泣き寝入りするしかないのかなというところなんですが。えっとね、まあ、そのイリアムってなんかツイッターでよう出てくるやつやな。あの広告みたいなのが。毎月の請求データに、 消費税が含まれてないことに気づき、請求できるか問い合わせたところ、消費税はすでに中に含まれていると返信が返ってきました。契約書にも他のどこを見ても消費税に関して言及がなされていないため、後出しのように感じました。報酬に関しては、リスナーが投げてくれたギフトの中から2割プラス、ランクによる時間をダイヤというアプリ内通貨に変換され、1ダイヤにつき1円返し、報酬とするシステムですと。うーん。さあ、どう思うで契約書には、税金のことは書かれてないと。 だから、その、消費税どうなってんですかって言っても、なんか、いや、書いてないし、って。入ってる入ってる、その中に。って言われて、まあ、ケムに巻かれてると。これは、どうしたらいいのかなと。まあ、その弁護士、まあ、とりあえず、あの、うちの税理士さんと今度話す件、その時にちょっと聞いてみるなっていう話をしよったんやけど、本けどまあ、詳しいやつおったりするいやこ、まあ、個人事業主扱いだと思うけどな。お、ナバナ、ありがとうね。契約書がちゃんとしてない。まあ、そこなのかな。税理士のきあ、じゃあ、みんな、その、ぜひよかったら聞いてあげて。 個人事業主なんじゃ。やっぱ個人事業主やろうな。やっぱ、ああいうの気もいいよ。まあ、言うたらその、ま、あんまり言いたくないけどさ、ああいう細々とした配信サイトっていうのは。で、どっかに所属するっていうのは、正直リスクしかないと思うから、個人でやった方がいいと思うね、ああいうのは。ただやっぱりその、どっかの事務所に所属するってんで、何々所属のライバーって言えるのが、こう、嬉しくてやってるような若い子っていうのはいっぱいおるのよ。わかるプロゲーマー界隈でも、金ももらってないようなやつが、金も出さんようなチームに所属して、プロゲーマーですってさ、 言ったりするもんてその方がなんかそのプロゲーマーって言えてさ嬉しいから、はい、所属してるのに個人事業主ならは二重に取られて当たり前です当たり前ですかうんその肩書きが欲しくてやってるみたいな子って結構いるのね何々所属のライバー何々所属のプロゲーマーとかねでそういう子の気持ちを利用してタダでそうやって使ってる悪い企業がいっぱいいるんですよ そこそこ強い有名なプロゲーマーとかでも、なんかやっぱりそういう利用されてそういうとこにいたりしますからね。らめんどくさいことを対処してくれる部分ももちろんあるんですけど、その分やっぱお金を抜くためにいるんですよね。で、今時あんな、まあようわからんアプリで新しく始めたところで、全然儲かんないんですよ。全然儲かんないんですよね。なんでその人が儲かんないかって、だってじゃあ所属した事務所とかが吸い上げるからやん。サイトも吸い上げるし、事務所も吸い上げるしな。ほんまに何番戦時なんて話で、 VTuber なんてさもうしっかりした VTuber が山ほどって YouTube とかもうみんなが見てるやりやすい携帯でやってんのにさわざわざそんなようわからんアプリってやろうとするやつが儲かるわけまあないやんなあみんちゃんあらご飯のにおいするカリカリ食べてきたんカリカリを食べてきたらしいお前はデブやな税理士案件まあまあ私今度その私のその税務関係やってくれてる税理士さんこっち来るからまあちょっと話してみるかな ままだああるるかかななっっってて感じそうレッスン代とか言って搾取される地下アイドル育成事務所の話ももうそん,なもんいっぱいぱります私言ったじゃないですなんか鉄拳勢で,でまず、あ、田舎から出てきた芋、まあ、ブスがおるんですけど東京出てきたらすごいスカウトされて有名なところにスカウトされたみたいなさ話を、まあ、SNS とかでしちゃう芋ブスだったんですけど無理じゃないですかだってさそういうのは君はアイドルになれるじゃあこの養成校に通う入会金は15万ですみたいな。 で、毎月お月謝が5万かかります。でもここ通ってください。ここ通って、みんなでユニット組んでダンスとか上手くなったら発表しましょうっつって。で、3ヶ月とかお金払ってレッスンするやろんで、まあその、地下ライブ会場みたいなの行くやん。でも、その SNS にも力入れてないし、そんな無名の女が集まったところで、来るのほんまにごく一部の DD、誰でも大好き気持ち悪いカメラおっさんみたいなやですが、こう負け。海外では DD って言われるらしいです。誰でも大好き。 まあ一応なライブとかはする定義にはするけどお前らの広告に金なんてかけてくれへんからお前らは別に金を取られてるだけだよなほんまに養成校とスカウトはもうグルなんですよねで養成校に送り込むとスカウトの懐にお金が入るお前の金からな本当にそれを分からずにやりすぎないよなお祭りこちゃそうありがとうデビュー曲の制作にいくらかかりますみんなで割ってくださいとか言ってなあるあるなんですよね そのブスはまあ今はあのまあ風で働いてるらしいからまあそうだろうな自分のことよく分かったんじゃないアイドルなんてできんけんお前は風俗が向いてるよでも風俗だったら大人気らしいからやっぱりその田舎から出てきたちょっとこう芋臭い子ってさ風ではモテるんよな一番まあ金稼げるからそっちの方がいいとは私も思うよあれでアイドルになりたいとか言ったらさもう搾取され続けるだけの人生だからさ性的には搾取されたとしてもお金を搾取できてるんだったら絶対そっちの方がいいわ 声優志望コン、コンカフェ、風俗落ち、黄金ルートですな。そうなんですよね。まずやっぱり最初はみんな誰しも夢見てるんですよ。アイドルになりたい、声優になりたい、女優になりたいとかね。で、そんな、まあ、夢だけじゃ食っていかれへんから、とりあえず、まあ、手っ取り早く稼げる、まあ、コンカフェ、まあ、キャバクラ、ガールズバーとかで働き出すんですよね。で、そこでわかるんですよね。あ、自分ってこのレベルだったんだっていうの。やっぱりそのガルバとか、水系っていうのは、 やっぱり容姿に自信のある子がどうしても集まってきやすいからな。あ、自分ってこの程度のレベルなんやっていうのは。それはもう客からの反応でわかるやん。可愛い女の子はいっぱいドリンク戻ってて自分にはくれへんとかさ。チップが他の子にはチップとか言ってくれようけど自分だけ無視されるとかさ。やっぱり金払った男はさ、そこら辺正直にやるやん。それでやっと気づくんよな。あ、自分って今まで全然可愛くないのに、あのー、やれ、やれそうだからっていう理由だけで愛でされよったんやって。みんなそこら辺でやっと気づいていく。あ、じゃあもう、 穴でしか稼がれへんし、で、まあ顔でどうせ、まあアイドルにも女優にも声優にも無理だろうから、もうでももうキャリアもないやん。そんな夢ばっか見てバイトしかしてないから、職歴もないから、でもお金が欲しいってなって、まあとりあえず風俗行くか。で、今までまあ男の相手喋りでしてたから、風俗行くのにもそんなに抵抗ないみたいな。40代生活保護のまあ風俗上がり女性とかが出たりするんだろうな。で、そういう40代生活保護の風俗上がり女性とかは、やっぱりちょっと知的障害を持ってることが多いらしい。 知的障害までいかんくてもまあグレーゾーンって言われるなちょっと知能がちょっと低めの人が多かったりするらしいね。穴もては30までかなって言うけどまあ実際その確かに全般の男に穴もてするのは30までかもしれんけど30歳になったら次は40歳の男が妥協してこっちに来るからさ別に30でも全然40の男にめがけてであれば穴もてはまあ楽ちんですね。 界隈を選べば、いくつでも行ける。例えばなんですけど、ホームレス界隈は、どんな汚いやばいババアが行っても、モテモテらしいです。ホームレスたちから、もういろんなプレゼントを献上されまくるらしいです。そう、ホームレス界隈に行けば誰でもバグモテよ。あ、女だ女だってもう、どんなババアでもお、もおばあさんですら。女だ、女だ状態らしいですよ。いや、40代の男は、20代の女に、向かいたいのはそうなの。向かいたいけど、 もう40はちょっとって相手にされんくなってきて、しゃーないじゃあ俺もちょっと妥協して女の歳上げるかで、それでも10歳下の30歳狙ってくるんやけど、まあ、男も妥協して30にしてくるのが40代ですね。まあ、本心は全然20代行きたいと思ってるよ。老人ホームでの肉欲ってやめてほしいマジで肉、ちょっとさ、老人の肉欲っていう字面きつないうっ、頭が。肉欲70代女性の肉欲とか書かれたらもうどうしたらいいかわからへん私。<laughs> 肉欲きっつ。 でもまあ、例えばその、老人ホームの、おじいちゃんとか、おるやん。で、もうなんか、認知症とかになっても、やっぱり女の人を触りたいっていう気持ちとかだけはあるから、職員の女の人に抱きついてみたりとか、父触ってみたりとか、もうずっとされるらしいねん。で、怒ってもさ、だってもう認知症やけんしゃあないしな。介護の女性は大変よ。立たへんけど、触りたいっていう気持ちは、もう一生あるのよ。女の子触りたい。あ、あーって、お前らもそうよ。ゾンビみたいになったって、女の子に触りたいんよ はいもとが、らついたんじゃー、もみってやってくる。両手で揉みってやってくる。でも、そう、老人ホームで、実は、その、やってしまうと、退去させられるらしい。そういうところじゃないんで。秘密裏にやらんとあかんな、老人ホームでの、大伏せは。老人ホームでのセックス、いや、まあ、わかる。その、たそ流星群的には別にいいんよ。私、別に黄昏流星群好きなんやけど、でも実際にそのさ、自分のさ、肉心とかで考えるとさ、マジできついものがあるよな。 別に自分の肉親がそうだったわけじゃないけど。あ、家族が周りに来たから、あそこで赤いフィル方やな。ちょっと家族見せたらあかんわ、これは。あ、お前、黄昏流星群見たことないんかエアプが。喋んない。黄昏流星群っていうのは、年寄りとかでも全然恋をするよっていう本なの。何言ってんねん、エアプが。おじいちゃんと若い子の恋とか全然あるから。夢だろ。まあ、実際はないんだろうけどな。黄昏流星群ではあるの。いや、まあ、とりあえず黄昏流星群見てよ。いっぱいあるけん、どっからでもいい。 何巻からでも見れる、まあその、オムニバス形式というか、一話一話大体いい完結系やからさ。見てくれ。そう、笹川流星群のリアルなババアの、その、なんだろうな、だらしない体とか、ジジイの腹の垂れ方とか、もうそういうもこみで愛おしいから。あれと人間交差点は見た方がいい。深まり、深まります、人間が。やっぱりさ、世の中がさ、恋愛とか若い子だけのもの、美しい人だけのものっていう書き方をすごいされてたりすると思うのね。 例えばドラマとかもやっぱり美男美女がさ、イチャコラするん見えるだけであってさ、まあ、そこら辺でさ、まあ、ブサイクブスとまでいかんでも普通の男と女がイチャイチャしてるだけで不快になるもんやん人は。だからこそ恋愛はもう表だってしていいのは美しい人だけみたいに世の中はなってるんやけど、でもそうじゃなくて、実際誰でもしていいもので、まあ、誰に何を言われても醜くても恋愛ってしてしまうし、してもいいものなんだよっていう漫画だと思ってる。 イオンモールで手繋いでるんくらいええやんかそれくらい可愛いやんか許したってえよみんな性愛からは逃れられへんもうチンチンが畳くなってももう年いってマンコが硬くなって何も入れられなくなったとしてもそれでもやっぱりこうあるのよなんか食欲とかみたいなもんで食欲睡眠欲とかとやっぱり並ぶんだからさ消えたように思ってもずっとあるの何かはそれが発散できなくなったとしても何かがあるのよまあ性欲薄くなってくるっていうのはもちろんあるんやけどさ ただやっぱ年いったらあんまりご飯食べれんくなったみたいなもんで、でも食べれんわけじゃないし食べたいよなっていう。油っこいもん食べれんようになったけど、でも別に食べたくないわけじゃなくて、食べれる機会があって体調が悪くならないのであれば食べたいみたいなさ。お、麦ちゃんヘアサロンもう予約したってはい、頑張ってね。ほんまに。てか、麦ちゃんやばかったんかさ、今まで一回も美容室行ったことない自分で切ってるって言ってたからな。え、お母さんに切ってもらってるだっけ美容室とか行ったことないですって言ってたで。 ちょっと待ってね。麦ちゃんのさ、親もなんかもうちょっと手かけてあげるべきだなと思った。<laughs> いろいろあるんかもしれんけどな。で、眉毛も剃りましたって言って、剃ったとこどこも一個もわからへんかったけどな。<laughs> ちゃんと眉毛もやってもらうんじゃん。目も刺したから。えーと、家でも再現できる髪型にしてくださいっていうのと、眉毛剃ってくださいっていうのと。で、お金足らんかったら私が出すって言って、一応5000円渡してるんよ。けどまあ、もし眉毛カットとかも入れたら足りんかもしれんけど、その分は私が出すわ。 ありのままを愛してくれるのがお母さんだけなんて悲しいやん。で、ありのままを愛される人間なんてあんまりおらんのよ、ほんまに。みんなありのままで愛されへんから自分でどないぞこないぞして理想に近づけていったり、まあ持る人物像に近づけていったりして、ありのままを愛してもらおうなんていうのはまずおこがましいよな。いや、えー、眉毛サロンと松江君一緒にしてたんは、きよちゃん。私は美容院はあんまり行かんないけど、 例えばじゃあ、うーん、そうやな。まあ、化粧とかもそうなんやけど、ありのまま愛してほしいって言うんだったらさ、すっぴんで外行くし、服やって別に楽なジャージとかでもうどこでも行くよな。でもそんな姿で誰も愛してくれんから、化粧もするし、髪型もごきれいにするし、まあ、私の場合はその、そうだな、喋りを努力するつもりはあんまりないんやけど、まあ、喋りだけはこのありのままを愛してほしいなとは思うんやけどさ。 でも見た目はやっぱりありのままで愛されへんの分かってるから、まあできるだけみんながよく思うように近づけていってるわけやん。でも、その最近のやっぱ地位牛とかはありのままを愛してほしいみたいなやつがやっぱ多いのね。努力はしたくない。ありのままを愛してほしい。ディオールでも冷たくされるし、やかましいわ。貧乏人に見える。で、まあ逆に私は話術はありのまま愛してほしいけど、見た目はありのままを愛されへんって分かってるから自分でいろいろ手掛けるわけ。でも話術を変えれる人は別に話術やって変えたらいいし、喋り方やって変えたらいいし。 話題やって、まあ、モテそうな話題に変えたらいいと思うよ。それ,それこそまあなんかどこでもウケるような、聞き上手になれとかいう本読んでさ、もう自分からは話さずに何でも聞いてあげるうんうんマシーンになったらいいと思うよ。相づちマシーンとなったらさ、まあ話聞いてくれる人好きやすみんな。ありのままを恥じてるがどうすればいいかわからないチー牛を私は救ってあげたいよ。けど、俺のありのままを愛せない、女が悪い、俺が努力するんじゃない、お前が俺を愛せ、みたいなチー牛は嫌だよね。 ありのままを愛してありのままえありのままを愛してのありのままって、その人が何を好ましく思うか、何を嫌うか、みたいな根本の部分を指していると思うけどな。ただまあ、でも、その一般的に何が好ましく思う、何が嫌われるっていうのは、今の時代一般的にわかることないで。眉毛は絶対整えた方がいいよね、とか。髪型も絶対じゃあ美容室で整えた方がいいよね。お化粧はした方がいいよね。で、あえっと、体は痩せてる方がいいよね、とかさ。その好みに沿うか、 嫌いかっていうのはもう大体答えが出てるものが多いと思うのよ。でそれにまあ頑張って近づけていくだけなんやけど何もしてない人が言うのはちょっとなって思うね。うんだから前提条件すらクリアしてないのに女を探しに行く男が多いし女はまあその前提条件クリアしてなくてもなんだかんだ見つかっちゃうのがまあ良くないとかやな。男はその前提条件すらやってないやつが多いほんまにね。でそれで女欲しいとか言われてもさいや知らんがなキモいってなるよ。しゃーないけど。ででそれで ようはかなむんじゃなくて、まずスタートラインに立たんとな。な、みーちゃん。うんうーんって言ってるな。みーちゃん、そうなん。じゃ、チンコ小さいのは許せよって言うんだったら、じゃあ、チンコ小さい分、お前は前期めっちゃ頑張ったらいいし、めちゃくちゃにくっさい女のまんこでも許したらよ。お前、くさいまんこでも黙って舐めて舐めてベロンベロンにしろよ。でも、そうしてから、いや初めてやっとお前のチンコの小ささも受け入れてくれるんよな。この人、まあ、チンチンは確かにちっちゃいかもしらんけど、今まで付き合った男よりも、 あの、なんだっけ、マンコめっちゃベロンベロンに舐めてくれるしな、みたいな。そこで釣り合いを取れよ。でお前はチンコちっちゃいに許してほしいけど、女の臭いマンコ舐めんとか言ったら、それは話ち変わってくるからな。お前、まあ舐めろよ。ベロンベロンにな。しかもあれ、なんかその、臭さが嫌でこう、ベロ先でこう、ベロ、ベロンみたいなんじゃあかんでも、顔からもう、バチゴーンいってもう、顔全体ぐち,ぐちゃぐちゃになるくらいの池そこまでしてやっとお前のチンコは許されるんや。な。違う違う、マンコを舐められて嬉しいんじゃなくて、 今時の男はみんな嫌がるであろう。君をそんなに情熱的にしてくれるんは愛じゃないですか、もう。だって絶対さ、まあ美味しいもんじゃないやん。てか、チンコより全然美味しくないと思うの、多分。てか、チンコも美味しいないけど別にさ、さらになんかもう不快感というか、が、まあ、高いし、しかも、なんかチンチンなんてそんなにさ、汁出てくるもんじゃないけどさ、マンコはいっぱい汁も出てくるやん。確かにそれは嫌だと思うんやけど、でもそれをやってくれるその意気やよしなんだよ。その、なんかあんまり好きでもない マンコを頑張って舐めるというその愛に、私は心打たれてるわけ。え、でもやで。でも、いやごめんね、僕、チンコ小さいから、前儀とか頑張るねって言ってさ、なんかおもちゃとかも二刀流でさ、いつでもなんかその、大満足させてくれるんだったら、私は別にチンコちっちゃくてもいいよ。だチンコちっちゃくてごめんねからのみこすりはんで、うっドピュみたいなのはきついよな。 シン小さいなら他でリカバリーしなさいよ。ただのアドバイスで、ブスな性奴隷ができた。ありがとう。って言うけど、そのブスな性奴隷に、お前はそのうち、やっぱ愛着が湧いてきて、セフレ生活2年目くらいになって、ちょっとセフレも落ちてきたときに、ちょっとデート行くかから、恋人になって、最終、そうやな、6年後くらいに結婚する未来もあるかもしれない。それくらいブスなやつの方がさ、気立てがいいと思うよ。可愛い,い女はわがままやしな。ブスは自分のことわかってるから、わきまえてるよ。でも、そう。 確かにそのな、6年くらい経った後に、そろそろなんか俺と結婚みたいなの言うと、6年間もセフレしよった女やけん、いやいや、お前と結婚はないってって笑われながら振られることも全然ありますけどね。切らない方形手術のリール流れて気になってます。詳しく教えてください。ちょーて、ちょて。な、私そんなに詳しくないよ。流れてきたやったらそれを受けたらええやん。切らない方形手術あんの知らんよ。糸で引っ張るとか。にゃににゃにゃにゃはいはいにゃ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 。はいはいはい。なに,によもうあんてうるさいな。 はい、なんでこんな包茎気にするんだろうなだから申請以外はマジでどうでもいいから風邪包茎っていうのはな包茎手術でお金を取りたい業界が勝手に作った言葉なんですよ立っても皮がむけないそいつだけ気にしたらいいもうそれや黙っとけんどうでもいいから初めてのチャットでまんなめについて送ってきてるでのどいたくなる子はあんまり舐めたくな,なくなるけどフィリジンですねフィリジンで咽頭がんになるらしいのでのどいたくなる女のマンコはまあ舐めん方がいいわ そういうやつは、あれやな、もうベロンベロンに舐めるけど、その、自分も唾をベチャベチャに出して、摂取せんようにな。飲み込んだあかん。だからベロンベロしながらペペ,ペペペペペって唾を吐き続けて、ホテルのシーツをぐっしょりさせたらいい。お前の唾で。で。咽頭がんになるから、喉痛くなるのはやめましょう。で、そのベロンベロンに舐めてもいいけど、摂取せんかったらいいんよ。吐き出せばいいんよ。だから、 みんなその経験あるやろなんかちんちん舐めてる時にさ、ガ慢ン汁出てきてさ、まずいみたいな。たまにガ慢ン汁めっちゃまずいやつおるやん。ほんでまずいみたいな時ってさ、もうよだれと一緒にこれ、えって出すやん。摂取したくないから横からブチャチャチって出すやん。そんな感じでやったらいいんよ。え、もしかしてそんな経験もないです。経験ないです。じゃあそうしてください。もう摂取しない。ツバと一緒に出す。え、あ違う。全然違うっていうか、なんか臭いやつおる。それもまあ人それぞれ。と、そうやな何で言ったらいいんだろうか。 経験ないですって言われたらそれで終わりやもんな。そうやろだってよだれだらだらの方がなんか、うお、エロいフェラだぜってって向こうも盛り上がってくれるやん。で、あとはそうだな。なんかこれ、ミネナユカも買い取ったテクニックなんやけど、あのね、えっ、ー、と、鎮光ね、喉の奥にこうグッと押し付けるとね、ウェってなって、あの、粘液が出るんですよ。なんだっけな。それをミネナユカはいらマじる。いまいらまじるだっけって呼んでたんやけど、 こう奥にねグッと押し付けると粘性のある液体が口から出てきてくれるのでそれと一緒に吐き出すといいです。今どなちょっと2つに分かれてるんやけどどっちか分からんの。えっい今らなんいらまどっちいら。いらね。いらね。オッケーオッケー,オッケー,オッケークラウディオの技ね。いらね。いら。いらね。いら。両解覚えた。いラ混じるっていうのが出てくれるんですよ。それを使うとあのー、なんだっけ。テコキもすごいやりやすくなる。おすすめですって書いてあったから。 でも確かに出るんですよ。粘性のある液体。しかも、その奥に、えってえづくまでやらないとダメなんですけど。なんて言うのでも、胃液、胃液が上がってくるっていう感じではなくて、異物を拒否する粘液みたいな感じが出てくる。胃酸ではない。おえって言っても、その、食道から上がってくるんじゃないんよ。なんか、えってなると、なんて言うんだろう。染み出してくる。唾液とかもそうなんやけど、その、細胞液が染み出してくる感じの粘液が出る。胃酸ではない。大丈夫、大丈夫。そんなピリピリせへん。あー そうかも。なんかね、よだれって結構さらっとしてるやん。けど、炭に絡みつくよだれってなんか粘液あるよだれやん。で、その炭出ない、その炭周りの粘液みたいなんか出てる感じはある。あるあるある。でも炭ではないよ。炭を包む粘液って感じだ。そうそう。いい感じのヌードヌードが出てくる。あれ何なんですかね。まあなんか私もやっぱ経験、その、絵からのネチャの経験はあるからさ、やっぱり見んないかってすごいってなりましたね。 でも男はやっぱあんまり経験ないと思うよ。だってなんか棒を加えて絵くっていう経験あんまないっしょ。いやでも、その、やっぱり、よだれのそのサラサラさとその粘液のこうトロトロさっていうのは、でも全然違うの。まあ、やっぱそれをこう自由自在に出せるようになっておけば、有効に使える時が来るかもしれない。あ、ホモはそらわかるか。な、ホモはだってチンチン舐めるしな。なによ、みーちゃん。もう。でっか、こいつ、ケツでっか。ケツでっか。ケツおっきいね。大きいケツだね。 うん、そ,うそ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 う。それくらいとろみが違うから、やっぱ使える、まあ、場所場所で出てくると思うよ。唇がっさがさいや、あ、でもなんか、冬の乾燥してるときとかに、そういうことをしてると唇が下げたりはしますけどね。ただ、その粘液を出したからではないと思う。で冬に、その、大きい口開けるときは、リップクリーム塗っといた方がいい。今日3回ですね。あの、山本委員長と STF さんと3人で3回なんで。これ、 って言ったあアカンとか後で言われたらどうしよう。まあ、あ多分いけると思う。ま、あちょっとそこらの新宿あたりで 3P でも決めてきますか。STF さんクラスになるとさ、どうなんだろうな。急にいっぱいお金払ってリッツ・カールトンとか行けたりするんかな。リッツ・カールトン連れてってもらえんかな。3P っつって。もう、そういう言うても、わ、笑ってくれる人やけんいいけどい。と見せかけて男とデートって、いや、男とデートやんけ。とやんけ。なんなん。いや、男とデート。金持ちの男。え委、ー、員長と投資家。 有名な投資家とデートですからねこれはだってもうデートですよ。別に。うん。えじゃあさもし私がさ裏でさやってたらいやそんな嫌じゃなくない、まあ、別にさまあやってそうやしやってて傷つくどうなんだろうな。え傷つかんだろうえどうでもいいだろうだってむしろやってそのちんちんの大きさとかそのセックスがどうだったみたいな話をしてほしい側だと思うのね。別に傷つくことない。だから別にまあどっちでもいいよな。 報告ししてほしいだろ今日はネット界隈で噂の STF さんのチンチの大きさ測ってきましたとか言ってトイレットペーパーの芯持ってなやってない方が嫌逆に、まあ、話のネタは何か作ってくるわじゃあそうよだって野田さんもさその危険を危惧してからさマジで飯すらもなく帰ってしまわれたしさ危機回避がすごいまあ、やっぱ嫁っ子と思ったら危機回避せんないや分かるそう私は消耗のチンポなんかよりハイスペチンポ狙うよ てかもう、チンチンはもうどうでもいいから、金持ちのチンチンってだけで、私は喜べるし、チンチンがどうであれん金持ちとか有名人のチンチンってだけで。私はそのラッピングだけで楽しめるから。石油を折ったらええけどな。折らんのよな。折ったら狙うよ。言葉の壁やな。英会話か。チンチンをその、富とか名声でラッピングしてくれたら、それでいいの私は。今日誘われたらいくらならホテル行くんすか。いくらなって言ってももう、二人ともかなり金くれてる。まあ その委員長はイメージガール代くれてるし、雇ってもくれてるし、STF さんはなんだかんだで、なんかチップいっぱいくれたりとか、でもういっぱい金もらってるから、いくらもらったらとかじゃない。もし本当にやりたいって言うんだったら行くよあの、うん、いい,い、全然タダでいいですって。今日で恩返しさせてくださいって言って。頑張ってケツの穴もきれいにしていくわ。干潮ってあれかなえ、水で、水で干潮してもいけるんかなケツも使えるようにしとかんとな。そう。いや、こんな、ちょっと30歳のマンコでええんだったら全然すって。水で干潮ダメな。 えじゃあ何でするん肝臓のやつかまなあかんってことお湯の方が優しいんやお湯でしっかり肝臓するわなんか意外とやっぱみんなアナロジーを詳しいからなでも STF さんは種もらってもさ認知はしてお金はくれるけどさ一緒にはなってくれんタイプやんそこがなやっぱ新ママってお金いくらあったとしてもさ身体的にきついと思うんよなそこかな種だけもらうにしてもえケツはねやめといた方がいいってあのね ケツの病院の人も言ってた。この前なんか見たけど、ケツっていうのはもう精密機械ですって。アナルは精密機械ですあれ誰が言ってたんやこれ。なんかツイッターがなんか見たな。もうそのケツはもう、あ、そういうので遊ぶようにできてないんですって。できるだけ早めにやめましょうって。そうもう、ほんまに肛門っていうのは精密機械で、いじったり遊んだりしたらあかんのよ。だからやめなさいとしか言ってない。もう、もう、おケツのクリニックはそうやって言ってる。出てくるとこやから。わざわざ入れたらあかん。 お父さんがさ、ストマだったんやけど、まあお、お父さんはその尻のいじりすぎとかじゃないで、ちょっと名誉のために言っておくけど、お父さんは大腸がんで、あの、ストマになったんやけど、で、ストマプラス、その、なんだっけ、おしっこの袋も両方ついとったんやけどさ、なんかその、ストマになる前日に、なんかそのお風呂入った時に、今までありがとうなって、綺麗に肛門を洗って、肛門とお別れしましたとか言って <laughs>、その気持ちがわかるか、お前ら。今までありがとうなって肛門綺麗にした。 音の気持ちが分かるかありがとうなってってももとおと音はちょっとケツが緩くて結構漏らすタイプではあったけどそれでもやっぱりやっぱ50年も一緒におったさ肛門しかもまあなんだっけ尿道もかお別れするのは悲しいと思うよけどなんだっけおしっこも袋になったけどチンチンは立つんかな多分ちんちんはいけるんよだから音なくなってパソコンを見たらやっぱそ音そのあんま隠したりとかもせへんけどブックマークにいっぱいエロサイトが入っとって元気やったんやなって思った おしっこのくだ、別の、まあ、でもなんか、ちんちんは別にいけたみたいよ。いや、さすがに、あの、内容とかブックマークから見て、その、何、購入履歴とかを見たり、その視聴履歴を見るほどの鬼畜さは私にはないから、サイトの名前、まあそういうサイトがいっぱいあるなだけでも済ませてあげて、私は。何系、親が何系の AV が好きとか知りたないやろ。検 <laughs> 索履歴、みんとってあげて。お父さんのためを思ってみんとってあげて。いでも、まあお父さんは、 割と熟女好きで、若い子マジで興味なかったな。まあ、それはほんま。なあ、親と仲が良くて、性癖知っとるとかだったらいいけどさ、父親と娘やからな。そんな話もまあ、せえへんし。お父さんカテーテル。うん、なんかその、おしっこ袋ついてたから、そうだと思う。どっから袋つけとんか知らんけどな。うんこ袋はいつもここ、右の方かな。かなついてて。私、その、実家帰ってさ、面倒見てる時におしっこ袋とかを捨てたりしよったから、カテーテルなんかは知らんけど。 おしっこももうずっと袋、つら下げてたよ。美人人妻、ヨガトレーナーものがあったら見てしまう。まあそういうのを確かに見てそうで、そういうとこがかわいいね。おとんの PC から隠してる AV も見たことあるし、不倫バレて他に謝罪文書いてファイルを見つけた<笑><笑>うーん、うん、うん。まあね。え、な、ストマとオストメイトって一緒じゃんなんか両方とも言おったと思うけど。な、ね、一緒だと思うよ。まあおとんが死んでから初めて触ったかな、ぐらい。もう今も捨てられて消滅したから、 まあね、私に見られたことぐらいはもうしゃあないだろうお父さんお母さんブックマークとかすら分かってないけん分かってないしオストメイトはストマをつけてる人のことあそうなんじゃじゃあやっぱ一緒やなはいえー、彼氏や未来の旦那が AV 見るように抵抗はないんですかえ昔はあったよだから高校の時とか彼氏が AV 見よう見つけて号泣しながら一生見んといてって言ってたぐらいの純真さはあったけどまあもうでも20代後半もなって AV でギャーギャー言いよる女はさちょっときついよな嫌なんは嫌なんやけどなただバレんように見てくれたらいいんやけど なんか隠し方が甘くてさ、バレるやん、男。なんか同棲人ってさ、家帰ってきてさ、なんか部屋が、うわ、威嚇くさ、みたいな、とかあるし、でもそのゴミとかを別にもうさ、さ捨てりゃいいのにさ、もう、なんかもう抜きましたよ、みたいなティッシュと一緒にさ、置いとったりとかされると、なんかムカつくよな。えっとね、なんて言うんだろう。いや、なんか、なんかムカつく。嫉妬というよりなんかムカつくよね。ほんで、見てる AV とかが、まあ、私だったらじゃあ、チビ巨乳みたいな女を見てたら、まあ、 まだいいんやけど、なんかね、そういう付き合っとる男とかが、その、スレンダー貧乳のお姉さん系美女みたいなんとかを見てたら、イラつく、ガチで。マジでイラつく。へー、みたいなで。自分と似てる系統だとまだ全然いいんやけどな。で、自分で似てる方が嬉しいっていうか、まあ、なんか、あれ、じゃあ私のことやっぱ好みなんや、みたいな。系統として、背が小さめで父が大きい女好きなんやっていうので安心できるんやけど、でそこで高身長スレンダー女性とか選ばれてると、え、何みたいな。 え、じゃあいつもどういう気持ちでやってんのみたいな。いやほんま俺もっとスラッとした背の高い女が好きやねんなとか思ってんのは死ぬみたいな。え、そう。エロ小説で抜いてる男。これはね結構いいです。ってか、一回折った。昔。これいいですよ。なんかもうそのものじゃなくて想像を使ってるっていうことで、まあ、実際のセックスにやっぱりその、あの女優の方が綺麗だったな、みたいなとかないじゃないですか。想像のものなので。いいと思います。なんだっけなえー、っとね。 私の昔の男が見てたのはね、大塚愛みたいな名前のおらんかったっけ大塚、お、大塚愛、潮吹きなんちゃらーみたいなのを見てるのを見つけたな。おと、大塚愛ってちゃうな、でも。大塚、大塚なんちゃら。大塚なんだっけな大塚愛じゃなくて、さ、さきわからん。さきっておる。だ、あ、それな気がする、それがする。なんか、お、なんか潮吹きなんちゃらって書いてあった、その時は。 お前で抜きたいからハメ撮りさせてよな、リベンジポルノの可能性が高すぎんねん。勘弁してほしい、マジで。私もそんなて揉めたことあるし。ニューハーフ、まあ別に可愛かったら、なんか、ぽいくん言ったな、なんか、好きな女の子のタイプは、みたいな見たけど。顔可愛いって、たくもう何でもいい。チンチンついてても何でもいい。顔が可愛かったらマジで何でもいいみたいな。撮らせてはだめ、だまあ揉めるよな、マジで。私もそれでバリ揉めしたし。女の子にチンチンついてたらお得っていう人もいらっしゃいますよね。 ちんちんは嫌い。じゃちんちん舐めたくない。まんこできたら舐めたくない。けど、女の子にちんちんついてたら舐めたいってなるらしいっすよ。まあ、女の子にちんちんついてたら、まあまあ、虚像の世界ですけれども。私は別にちんちん好きやけど、その女にちんちんがついたらなちょっと嫌かなと思うな。ちんちんはやっぱ男だけのものだと思ってるので、私は、まあ。よくわかりませんけどね、その男さんの気持ちは。野倉さん、ありがとう。<laughs> お前野良猫のくせにようなんだこの携帯は。てかさ、あの恵まれた体って書いてさ、得体なん、携帯なん、どっちなん。どっちでもいいのかな。ね。可愛い,いね。携帯猫。携帯、あ、携帯なんだ。そう、恵まれた体です。携帯のミルちゃん。可愛い,いね。どうせいける、無理、絶対無理、私。私、女嫌いやもん。てか、女性異性。 嫌い。やから、私女無理、普通に。男が好き。もう根っから、絶対。無理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 。で、バイとかレズとか考えられへん。いや、女無理、マジ。男でないと無理。ちんちん舐めたいけど、マンコ無理。ピリジン出るし。ムチンがいい、私は。無害な無ンだけ喋る。無理、レズ絶対無理、絶対無理だって女嫌いやもん。好きって言って、これ、まあその、なんて言うんだろう。田中さん好きですって、こう、敬愛を向けられるのが嬉しいんやけど、田中さん本当に好きで抱いてくださいって言われたらガチでごめんけど無理。 なんだっけユリ営業みたいな、その女同士でイチャイチャして営業してるもう結構嫌い。いや、本人らはいいんかもしれんけどな。私は無理。だってやられへん。だって入れるもんないやん、お互いに。何すんのってなる。なんかおもちゃ使ってのプレイを二人でするんかみたいな。ごめんな、ちょっと勝ちドキドキ。私は無理です。軽いちょっとかもなし。いや、なんか。 それって、まあ、まあ私その思ってしまうんが、それって私にしたいんじゃなくて、なんかそのレズの自分可愛いと思ってないみたいな。なんか男にウケると思ってやってないとかいう疑いから入ってしまうんよな。だからまあほんまにレズの人ってもちろんおるんと思うんやけど、ファッションレズ。 で、俺はなんかインターネットとかでもさ、ほんまは男が好きでさ、パクパク男、食わい込んどるくせに、バイです、女の子もいけます、みたいな言って、女の子チュキみたいな言ってる女が嫌いなの。だから無理なの。AV でも重宝される。やっぱレズいける女ってそんなおらんと思うよ。そう、ファッションレズ、ビジネスレズが多すぎて、キモいなって思ってる。そう、可愛い,い女の子好きとか言ってる女、バリキショイマジで。嫌だ、好きみたいな SNS とかでも言ってんのガチ寒い、キモい。 その、なんて言ってだろう、インターネット疑似ペッティングで男に夢を与えるためにやってるって考えてきしょい。まあ、それが本当に男にこびる行為につながっててきしょい。可愛い,い女の子が好きって言ってる自分を男に見せて、あ、女の子好きなんだって、男はだってアホやけん、え、ゆり尊いとか、ゆりの間に挟まりたいとかキモいこと言うやん。バカやな。虚像でしかないに、ね。 そうです。私はアホで,アホでしょ挟まりたい。だめだと、ほんまにそんな作られたお互いがお互いに、私の方が可愛いって思いながら、あの、お手手握り合ってチュッチュしてる女に、ほんまに挟まりたいかファッションレズは絶対マンコ舐められへんけん。そのファッションレズを炙り出すリトマス試験室として、とりあえずマンコを舐めさせるってはいいかもね。レズじゃあマンコ舐めれるようなバーって出して、舐めれるかどうかで、本物のレズかどうかを判定しよう。踏み絵ならぬ、舐めマンコです。な、舐めマンコ何もなってない。 女がそうやって女のマンコにむしゃぶりつけたらレズいけるってそこで初めてオッケー出すわ。わかりました、ベロー言うて。それは認めるわ。さすがにマンコ舐めれたらいけるよなって思う。だって私絶対舐められへんもん。他の女のマンコ。無理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 。金結構もらって、やっと重い腰を上げるぐらい。まあ、洗ってないマンコ。うん。いや、じゃあちょい洗い。いやー。洗ってないマンコは男でもきついと思うから、ちょい洗いマンコでいいよ、そこは。ちょい洗い、あ、洗って、 でででで時間後くらいのまんこでどうすすかそれで許すわ洗ってないまんこはきついよ全人類なちょい洗いねえみーちゃんちょい洗いまんこねそれでいいうんうん <laughs> そう洗いすぎてもなんか常在菌が流されて逆にその悪い菌がたまりやすくなって臭くなるっていうのもあるからまんこは洗いすぎても洗わんすぎても両方臭いっていうね地獄を抱えてるのでちょうどいい洗い <laughs> 難しくないやっぱりチンコなんて普通に洗っときゃいいのにさ 洗いすぎてもダメって何むずいよ、マンコ、マジで。作りが間違っとんやな、そもそも。もっと洗いやすい構造にしてほしい。マジで。言ったら、その、外に、男みたいにこう、出ててさ、そ子宮あ、そうか、その、股、ま、たから子宮がボロンって出るような形にして、そう、清潔に保てる感じに <laughs> な,なりませんかねどうにか。え、コラージュフルフルがいいん分かった。じゃあ、コラージュフルフル買って、マンコ洗うわ。 <laughs> え、ちょっと待って、私のマンコが激臭みたいなやめてよ。なあ、それ、鉄拳 BBS やからさ、もう掲示板にタヌカナのマンコ臭いって書くんやめてくれよ、ほんまに。そんな数えるほどやってないから、お前らとさ。タヌカナとやったら男一覧書くんやめてくれる半分くらいしか追ってないから、半分は追ってるけど。はい、まあ、半分は追うてたけどな。じゃあ、私だって鉄拳勢やけど、付き合ったけどやってない、その、男とかもおんねん。付き合って、その、チュンボしてない。ハグ。ハグ手繋ぐくらいでやってない男もおんねんぞ。 そんな純粋な時代もあるんぞ。ま、半分はやっとったけどな。留目損なっただけじゃないもん。違うよ。違うよ。いや、まあ、その、今考えたら、ま、一発くらいやっとけばよかったなって、向こうも私も思ってるけど、多分そうだよね。あ、そう。なんかさ、A トランスポートの写真でさ、えっと、まとめサイトがさ、田中さん、マンスジを公開されてしまうっていうさ、見出しでさ、ネットニュース書いててさ、ほんまに大丈夫なんかな ?30 代女性のさ、 ほんまのマンスジでもなないようなさマンスジっぽく見える写真でさ少し盛り上がってしまうネットってさ大丈夫なんかな病院行った方がいいよなマジで30代の女のマンス筋で興奮してしまう男さん病院行った方がいいよ愚かすぎるやろマジであんなんでチンピクしてしまったってだけでもさ自分を恥じた方がいいよマジでそうなんよもっとさ <laughs> 今海外のニュースとかさもっと何だろう政治経済いろんなことあると思うんですけど30歳のババアの 万筋未満の写真でチンピクさせてる暇があったらね、もうちょっとね、生産的な行動した方がいいと思います。よし、じゃあ、ちょっとこの後じゃあ、ちょっと3回なんで、3回終わり配信はどうだろうな。まあ、ほんまに 3P してめっちゃ疲れとったらやらんかもな。じゃあ、私がじゃあ配信してなかったら今日は 3P で疲れてるんやって思っていたわってほしいな。じゃあ今日なんか話したいこともうちょっとあったんやけどな、なんかいろいろ飛んでしまったな。何の話したか、もう何も覚えてないわ。最近ね、ハマってるゲームが、 スターフィールドだったんですけど昨日久々にシムズ4やったんですよシムズ4ってわかりますおもろいんすよあれモッドを入れて美男美女を作れるように勉強して美男美女が作れるようになったんですよ楽しいんすよマジ楽しいシムズ4ってねオタクの女子にめっちゃ流行ってるんですよなんでかわかりますはいわかる人 オタクの女子に流行ってる。なんでかわかる人かけ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 よ。ま、なんでかわかるあはい、そうですね。そう。自分の推しキャラと、似たキャラ。まあ、男同士でももちろんいいんですけど、似たキャラ作れるんですよ。しかもちゃんとかっこいいのかわいいの。で、そのキャラが画面内で同棲して、一緒にクラス楽しく暮らしてくれるわけですよ。そうだから、ネットで見よったら、テニプリのキャラを作って済まわしてる人とかいたの。で、 そこにですよ。まあ、で、そのキャラが仲良く過ごしてるだけでも尊いんですけど、シムズ4にはね、あの、海外の方が作ってるエロモッドがいっぱいありまして、そのキャラがゲーム内でガチリアルなセックスをしてくれるわけですよ。そういうのを入れると、まあ、現実世界で供給されない二次制作とかでもないような、こうガチエロがその推しカとかで見れるわけですね。まあのまあまあ、その気持ち悪いっていう気持ちはわかるんですけど、まあ私はその、モはあんまり興味なくて、 普通のノーマルカップが好きなんですけど、その好きなキャップリングのキャラ作れて仲良くしてるの見たら、私もそれはそれですごいいいと思うんですよ。今はまあ別に自分が可愛いからか,かっこいいキャラ作って遊ばせたり料理とかさせるくらいなんですけどね。そういう楽しみ方があります。え、ノーマルカップって、え、歳感じるえ、そうなんで、シムズ4は別にめっちゃおもろいで、普通にモッドとか入れてなくてもゲームとしてもおもろいあ、ちょっとあな、何食ってんの今。出して出してもう。またいらんもん、カジカジして。 ノマカプいやでも別に一緒じゃねででも私は結構そのオタクやからさ、まあ、オタクってことでもないから好きなカップリングとか漫画にあるもんやっぱりあるもんいや私はのんちゃんのマンコ舐めろって言われたら無理かなのんちゃんが臭いとかではなくのんちゃんくらい仲が良くてもマンコ舐めてって言われたらちょっとごめんって謝るわ代わりになめる男だったらいっぱい探すけんちょっとこらえてくれへんっつってジャンプ系例えばブリーチやったら織姫とウルキオラのカップリングが好きです グリムジョーとオリヒメでもいいです。でも、オリヒメ自体は嫌いなんですよ。正味ね。ただ、あの、ソウル・ソサエティ編だっけの、そのカップリングは最高なんですよ。本当に最高なんですよ。わかるでしょいや、でも、貴重かもしれんけど、好き、スコ、スコ、スコのスコ。別にまあ、その、好きなカップリングとかがないのもあります。チェンソンは別に好きなカップリングとかはないかな。ただでも、レゼは結構好きだったぐらい。なんか、主人公とヒロインみたいなのはあんまりかな。 なんか、橋のカップリングが好きだね。あ、わかるよ。ランギクのやつも好き。だランギクがやっぱあんま好きじゃないねんな。やっぱ女キャラがあんま好きじゃないねんな。カップリングは押すけど。いや、ひなもりもキモい。じゃ、お姫ひなもり、ランギクも、じゃブリーチ女キャラ全部なあ、あんま好きになれんねんな。ゆるいちさんくらいちゃうちょっと好きな。ゆるいちさんちょっと好き。ひツガや嫌いなんよ、ちびやし。キッズやん、あんな。ルキアも嫌い。みんなそうだろ。で、好きな女キャラ、ハリベルさんは好きですね。でもなんか、やっぱ、あ、ね、なんだっけ、ネムネムとか好きかも。ネムとマユリ好きだわ。 そう、ちょっと、なんかそういう、そういう、あの、恋愛だけじゃないんですよ。ネムとマ迷リみたいなのは好きなんですよ。いや、それは好きだろう。どうせ好きよな。絶対好きやろう。その恋愛とかじゃなくて、なんかもうちょっと繋がりがいい。みたいな。いや、わかるだろわかるだろわかるだろ,うるだろうオタクキモイじゃなくて、あ、確かにわかるっていうところをお互いに探していこうよ。そういうふうは別にかな。あ、そう,そう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 。なんか、え、なんかそういうのない他に。でも、うーんーとね、その、敵キャラが、いつの間にか味方になって、で、味方側の女とくっつくみたいなのすごい好きなのよ。 ドラゴンボールのそのベジータとブルマみたいなのはかなり好き。しかも、え <laughs> いつの間に何があったみたいな。そこを、その予知を考えたりするのも楽しいですね。あヒエイとムクロともうみんな好きだろう一番好きだろうな好きだろうで、ムクロ、ムクロ、いやもうムクロ好きっていうか、ハンターハンターはずるいだろ、さすがに。あでも、ナルトはあんまりないよなナルトはもう、ハクが女の子だったらザブザさんとくっついて欲しかったなと思う。ただ、ハク男の子だったからな。 く女の子、女の子やったら激アツやったな、ぐらい。わかるやろ結局、じゃ行かなあかんのやけど、ちょっと待って、この話したい。ちょっと待って。え、ちょっと待って。でも行かなあかんな。ちょっと行くわ。行くけど、でもクルニット18号は、ちょっと平和。小麦メルエムは、誰でも好き。ま、ちょっと小麦イラつくけど、でも好き。好きー。好きー。行かなあかん。いや、行くわ。行くわ。そんな目でキャラを見たことがない。お前、人じゃない人だったら、そうやって感情移入して見るんが普通やから。ちょ、え、ちょっとカップル、カップリングの話しようや。ちょっと、ちょっとオタクの話したい。したい。 ちょっと待って。じゃあ帰ったらな。じゃさっさと帰ってくるわ。でもな、3P とか塩ばイちゃうわ。じゃあね。はい、あの、押しカップの話したいからみんなちょっとじゃあ自分の、あの、マジで押しカップちょっとじゃあ持ってきといて。後で。ほな。